一番楽なのはまずイオリで乗って減らすだけ減らして、マイが逃げながら立ち回って裏勝利で形回るっていうのが理想的な。そうですね、まあ、今のはクラフに乗られる形になっちゃったので、はい、クラフに、調子に乗らせないというところが大事になりそうですけど、ということはやっぱり、イオリで懸命能力が高いと言われるジャンプ B であったりしゃがみ A でちょっとずつ足しながらこっちで攻めていくと、まあ、守って守りきるのは難しい。うわあ、見せますね。できますね。あれね、牧島さんが相当やってるんですけど、はい、あれの動画のフェイクわかんないけど、あれ狙う人めっちゃ増えたんですよ。まあ、かっこいいですからね。けど、はがぶれたら本店負けでしょ。はい、しっかり見せる時にやるっていうのが大事なの。本店牧島さんとかね、分かってやるじゃん。はい、ちゃんと当たるって。イオリのジャンプ引っかかりやすいですからね。小中ジャンプ出したらカウンター人取りやすいんで、狙いやすい。あーっと、ウルトラアドベンチャー下がね、ストッピング、暴れてほしい。おー、上りジャンプであれ、空投げか。でも、ただ映画ですジャンシーディー、しゃがみうまい、禁止ダイブ。あ、前無理に攻めないし。あー、繋がる。ダブル3。え、純粋なダメージよ、あっちの方が上なの。こちらの方が減りますね。マックスワン決めると本当に8割ぐらい持ってったりするんで。マジか。これはちょっとクラーク界の皆さんできるとかっこいいです、はい、あれできたら2だなって感じしますね。あ、しかしこれしゃがみ C を知ってるとはいえやっぱり裏やしろ有利でしょ。これはこれはこのしゃがみ C 対空しゃがみ C に対してどうにかする術を見つけないとちょっと苦しいところですね。おきがみ、しゃがみ、くらんきましたね。うまい、空中くらいで逃げて、逃げ、受け身がギャン、受け身が怖い、スマッシュ、しっかりバックステップ。しかしアドミキャラ、裏クリップ、裏後ろ残ってますからね。マサトさんとしてはやっぱり1回投げてのセットプレーで殺し切るのが理想ですか。これはセットプレーをなんとか決めないとちょっと苦しいところですね。内回りだけだと相手ガーキャンもありますからね。入れ込んだ。勝ったのはもう文ちゃんさんですね。モンモンさん。じゃあ連戦になります。ティファニー君と、ティファニー君ごめんなさい、1回戦最後なんで、もう1回ごめん、じゃんけんをして。画質の方を落としてどうやら生放送うまくいき始めたようですね。じゃあリセットボタンがですね、 FME とかかましちゃうとやっぱり、伝送量が多くなって止まりやすくなっちゃうのかな。なんかのサイトで見たんですけど、パソコンの電気使用量ってビビたるものなんですってね。そんなに多くないですね。電子レンジとかの何十分の1でしたよ。ああ、さあ、ではしかもモンモンことブンちゃんはライフ失ってないですからね。ティファニー君もまあライフ失ってないですけど、勝ってる人は大体、まあ、ジャパンブルーさんちょっとワンライフ取っちゃいましたけど、大体の2ライフある状態で言ってます。そうですね、まあ、でも2回戦ぐらいからやっぱ厳しくなるでしょうね。この痛手っていうのはなかなか起きない、はい。さあ、投げはめるぞと。 2P がディバニー君だから、あれ、今ブンちゃんさんが両取った形ですよね。はい、まあ、先ほど、ね、クラーク理想的な動きを見せてくれましたからね。ディバニー君あれを見てたかどうか。いやー、いい動きですね。いい動きでしたね。さあ、クラークラフ飛ぶね、やっぱり。よし、ゼロ2だ。いい、エンディークラークってやっぱり変わるのであれば真剣に変わらないとすぐ頭打ちになります、ね。はい、ちょっと荒らせるだけっていうキャラになりやすいですね、うん。でもムンダマはね、もうぶっとこのキャラ感じらしいですからね、はい。ダルフ・クラーク・レイシロなんで相当キャラ台とかも知ってると思います。ダルフ・アルゼンチン投げてしゃがみ C、 しゃがみ D、 上りジャンプ C。 おお、うまい。さあ、なおかぼ奪うかのように投げていくディワニー君。このため出し逃げ切れるか。まずは逆側エンディ飛び帽子。おっと、投げに投げるディマニー。このゲームのフランケン投げ無敵きついじゃないんですよね。ちょっと弱いですね、まあ、打撃無敵があるんでそこをうまく活かしたいですけど。ダンシーディ、おー、ディマニーとダルフ強いですね。僕の記憶だとフラキオとかダイモンを出すような感じだったんですよね。ゲージの方もまあ一方的に持っているという状態になって。裏でした、裏でしたかね。ちょっとちゃんと見てませんね、すいません、画面見てなかった。
裏量だとでも防御できないですよね、この組み合わせ。防御の暗い判定伸びてるところに点数かかるんで、ワンコンボで禁止攻撃の申し訳なんでしたっけ。はい、一緒です。あー、うまい。あー、裏ですね。あの、出掛かりを投げられちゃうとカウンターが超痛いっていう形になるんで、それがあるから結局チャン量はチャンアストリーできるとか言われてますけどね。右で全部攻撃するじゃないですか。ダイモンなんかもね、エネルギーガフンと言っちゃえば、はい、全然噛み合わせていい流れですね。フレアシロも遠距離 B を振っていけば一応貢献は続けるっていう感じですが、ここでもおお、それをプンプン、これ立ち合いなのかな、もしかして。もしかしてプンちゃんさんはこれ壊し見てから勝利有利でしたらやろうとしてるんじゃない。投げてセットプレー見えない。おい、あー、出し切り勝利。前すかし投げ見えないぞ、すかし投げ。まああれは一応ね外せるんで、ボタン連打さえすればチーフを入れ込むことが大事になってきます。これクラーク、クラーク、ノーゲージはきつい。エンビおでんジャンプし、チャージ貢献。エンビエンビエンビ、あ、これ普通に戦っちゃうとちょっとクラークが厳しいんですよね。まあ、あと相手に1キャラ控えてることも考えればどっかで荒らしに行くっていう選択肢を考え、おい立ち合いからだからノーキャン気味だったんですけど、どうなんでしょうね。ノーキャンじゃないと繋がらないんじゃないですか。いや、一応キャンセル、あ、クラークの方がかかるんで、ラルフがノーキャン、はい、ラルフはノーキャン残りジャンプ、さあしかしブンちゃんさんゲージ一方的に2本シャルシーが投げて、お、見えてる、エビ。さあディマニ君どこで投げに行くか、苦しいなこれは。ジャンプ逃げてね、走れない、おっと、わからない、投げて追い打ち、お決める。あー、拒否の後ろジャンプが非常ですね。しかしまだ30ポイントあります。ゲージ1本溜まった、エンディ、おー、入れ込め入れ込め。さあ攻めの指令ディマニ、しかし苦しい、ゲッチは非常であるという言葉がぴったりのこのエンケルビー。えんげー、じゃあ乱入をしていただいてもう1ライフ使ってもらいましょう。あ、画面出して2回連続立ち、アルゼンチンを入れ込んだのが良かったですね。あの状況飛び立てがありますからね。かなり攻めの指令でしたね、はい、やっぱ負けてる以上はああいうのがないですね。あと、フラメモンテで30連敗してきた人からお土産が来てまして、京都のヤプアシですね、参加賞になりますんで、ぜひ皆さん食べてください。八つ橋置いときますんで、両替機の上に。まあ、バスケ部さんにはモンテ行ったやったら、ぜひあの焼きそばとたこ焼きを食べてほしかったですね。名物なんですよ、だって一応名物なんですか。だってなんか梅田の情報誌とかに載ってますもん。へえ。裏京、さあティワニー君得意キャラの裏京にしてきました。裏京対裏京、レアですねこれは。飛び道具合戦ですね。合戦というにはこれどっちが有利なのか。技の隙自体は闇払いのは小さいんですけど、まあ相手のジャンプの引っかかりやすいのは高原なんで、ただまあ今日は高原しゃがみに一応合わせるとかマゴマショウもありますね。しゃがしい高原こんやきで捕まえて、おお、マジか、くぐったみたいな感じになりましたね。昇竜インディー前すかし B B、 あーブーンブーンと、オートピーシークロスだもん。モバイルだからって一体僕はあの状況あまり把握してなかったんですが、全然分かってない、情報弱者なんですよ。僕も昨日生放送やった時に、はいはいはい、生放送のまあニコニコ自体が若干重かったっていうのはそれかなと思ってるんですけど、これ探し屋歯を消耗器に決まりました。お、投げて投げて置き攻め、変身攻撃攻撃エンビ前中段発射に置いてた、遠かった、あれ勝利入れ込むんですかね。あのタッチ、ああ入れ込むかもしれないですね。まあ、今の投げ前以外だったんでちょっと投げが入りませんでしたけど、さあディファニー君、しかしまあクラーク乗っちゃえばね、ああ、あれ覇王ショック君つながりっぽいで怖いですね。前これもまたスペーパンとはスタイルが違いますけど、攻撃の裏量も一つの形じゃないですか。はい、画面足を見つめて逃がさない感じですね。本当に今日は鳥かごですよね、昔の鳥かごみたいなのも。はい、スペーパンとは使った対応型ですか。オーケー、こ
これのもうちょっと方向取ってな。だから目指す方向としてはこっちの方が多分楽だと思うんですね。うわ、これ以前からあった形なんで、こちらの方が。ああ、幻影でしたね。勝ったのはモンモンさん。モンモンさん。はい。では2回戦行きましょう。ジャパンブルーさんと僕ですね。あ、じゃあじゃんけんの方お願いします。ジャパンブルーさんはいらっしゃいますか。あ。さあ、ジャパンブルーさんライフが残り1ということで、まあ満身創痍と言いますか。あ、大丈夫ですか。あ、やりましたね。はい、ハードウェアテストにしちゃうと、お店にご迷惑かかってしまうので気をつけてください。ワンピー側がジャパンブルーさん、ツーピー側がタロキッチさんということで、ワンピー側のジャパンブルーさんはライフが残り1個、1回負ければ終了です。対するツーピー側のタロキッチさんの方は、まあ、1回負けてもまだあるよという状態ですね。ブライアンとミニマル、あー、もう開幕画面端へ行ってしまってちょっと苦しいブライアン。さあ、エキスターでもまあこの状況は辛いんですが、まあアルマスでもブライアンはこれ辛いですね。有効な切り返し技がないので、まあ、今、ようやく逃げることができましたけれども、画面端でペチペチやられてしまうとちょっとしんどい。あーっと、ヒット確信して入れ込んでしまったが、さあちょっと下っているがダメージは両者積み重ねている。はい、これが入れ込んで1ラウンド目取ったのはジャパンブルーさん。タクマ登場なんですけど、さあ先ほどの、実況というか、まあ、説明の中でもあったように、まあ、冒険を確実に出すには昇竜コマンドがいいよという話をしたんですけども、さあそれを実践して漏らすことなく飛び道具打ってくれるのか、タロキッチさん。さあ今日対タクマ、ジャパンブルーさんしっかりと青いカラーを選択しております。あーっと、やはりこれはまあ出てしまいやすいですね。立て姿で避けて、まあ、じりじりと近寄っていく。さあ両者ゲージが多いために、まあちょっとした隙が、まあもうそのまま試合終了につながるという形でしょうか。どちらも火力があります。まさかの走ってしょうがない。今のは逆に避けられないですね。あ、台車、来ましたんで。さあここで、タクマにとっては、まあ、天敵とも言える、クリス登場ですね。BGM の方もどうやら裏クリスのものになっているようなんですが、さあ出してしまった。あー、前が出ない。さあお互いちょっとミスが多いものの、その分ゲージは多い。さあどこかゲージを放出するチャンスが来た時に試合が一気に動くはずです。さあ攻撃、おーっと、今日でリュウコランボを出して無敵時間を長引かせてしっかりと対空。はい、立ちに当てて D 投げ決めて置き攻めは、さあ前転狩りをしたとしたらうまくいかない。さあさすがに湘南局で欲張りすぎたか。残り、ゼロドットの状態でジャパンブルーさんが最終ラウンドに望みをつなぐ。さあここで負けてしまえばジャパンブルーさんはそのまま敗退ということになってしまいます。さあゲージを持っているだけにこのゲージを生かしたい。はい、投げから、あー前転は枯れなかった。さあ足払いにジャンプフットバシが刺さって、はい、勝ったのはタロキッチさんと、いうことになります。じゃ続いて CBA さんと F 谷さんでしょうか。はい、ガロー勢対カオブレ勢ですよ。はい、じゃあアリベント、まあ、どちらも、まあ、他のゲームのプレイヤーの方ながらもすごい、ね、やってますね。独特、はい、の光る部分がそうですね、すごいいいと思います。はい、ワンピー側が、F 谷さんで、プリー側が CBA さん。山崎来ましたね。山崎、エフタニさんがより山崎裏クリス、スピー側の、シビエさんが今日クリスアーニ。これ珍しいですよね、このチームも。そうですね、まあアンディが魂なんでしょうかね。
そうなんですかね。初めて聞きましたけど。ガロだからロック使ってました。あいやでもあんていませんからね、ガロ。そう。どこまでで我慢するよ。さあ、静かな立ち回り、まだお互い大きいの。立ち入りがラブリー、自称言かっこいいですね。かっこいいけど、あの立ち入りやっぱ弱そうですよ。まあ、フェイントとしてはいいんじゃないですかね。あの立ち入りを見てから上に入れない限りは、ここにられないです。なるほど。立ち入り前、青い花。亀梨、アンディ、柔らかい胴体で。風が当たるジャンプシー、ピヨンで。これクリス来ないっすかね、来そうな気もしますけどね。次に控えてるのクリス、クリスはどうだったかちょっとわからないですけども、クリスは逆にいろんなキャラから助けてこられますよね。はい、ダイモンとかチャンに愛されてる。おー、しっかり上だ。さあ、素晴らしい反応だったがちょっと反撃には結びつかなかったですね。エンディル、あーうまいですね、あのスラダイス。ガード入っちゃいましたけど。あー、バコー、力強さがいいですね。同時に着地振ると左側のシーコプリがド安定すぎるんですよね。はい、きついですね。今のところも飛び込みから逆攻撃前衛にしたところは非常にうまいですね。今のアドリブ力、普通に C 前衛にしたら前衛だけ届かないっていう前衛になったと思う。なるほど、非常にいいと思います。さあ、大将の表強 CBA さん、この1キャラで3人。まあでも他のは全然ないですからね。はい、ライフも全開だし、まあこのイオリオちょっと慎重に立ち回って勝負さえできれば、あとは力強くいけば勝負になるが、イオリが強いですね。あー、しゃがんで割り込みましたね。モニアキ見てる、しっかり強電なしに、あー投げられにいっちゃった。あと、あ、チェーがあれ渡ってない感じなんですかね。どうなんでしょうね。まあ、とにかく発動してると通常投げのダメージがすごくでかくなるんで。なるほど。あーと言ってる間にイオリオリが、ではワンライフ失いました、CBA ファン。いやー、ウトリさんのイオリがすごくノリノリでしたね。うまいですね。当時もしくはその後にもなんかやり込んでたりするんですかね。どうやってました、破壊当時。なるほど、破壊当時イオリあんな感じだった。まあ、発売当時からそんなに変わってはいないですけど、まあ、遠距離 B とか遠距離 A とか使うようになったあたりがちょっと違うかもしれないですね。まあ、それはね、あの下地がある状態で動画見ちゃえば分かる人分かっちゃいますからね。はい、まあ、しかし CBA ファン対プロはまたしてもこの魂のキャラアンディ、わあ、これがね、意外と舐めてたらやばいと思うんですよね、アンダメージ。上げプラからのジャンプ、しっかりガードしてダッシュにカウンター、これ痛い、しまえ、これはちょっと苦しいな、ゲージナイフからね、はい、さあ、遠慮の空振り、あー、でもガーキャンはしない、我慢はしたけど、死んじゃった。アンディは一発がでかい代わりに自分自身も柔らかいんで、そうですね、ですよね。そしてヨリクリス、僕だけですよ、いけるとか言ってるの、まあ、基本苦しいですね。いやー、頑張れると思うけどな。ちょっとしゃがみしい確率が多いですね。あー、やばい、このダウン正面から、ビリビリジャンプ、ビリビリ、君が怖い、見払い、ジャンプビー知ってますね。さあ、 CBA マートがなくなりました。ジャンプでユリヨリ、ジャンプビーうまい、 CB 闇払い、闇払い、ヨレ、いやーおー、でこちら超早かったじゃないか、食らって復帰してか、はい、飛び込みからちょっと地上をつなげるのに、若干ミスは目立ちますが、本当にイオリが乗ってまして、いい動きですね。イオリですね。これ次当たるかもしれない。ランナップだとまずい。まあそこはどうなんですかね。いや、俺は引くよ、ちゃんと。ランナップだけで。エビンピープかい、まだチャンスは残っているが、すごく苦しい。ゲージが1本なんで、ヘビプレイのガーキャンペーンで回せないのは厳しいですね。そうですね。おー、足足出して
うわーうめえ。そっちか、レッドでもよかった気がする。レッドじゃピヨらないですか、あれは。ピヨリまではいかなかったね。置き攻めにはいけましたけど、いやどうするこの状況。おーい、はい、あー頑張ったけど。さあ勝ったのは F 谷さん。まだ F 谷さん2ライフありますからね。では慎吾さんとスネさんですね。飽きちゃうと多分あれ、あれじゃんけんをしてもらって 1P 側の慎吾さん、あごめんなさい、 2P 側が慎吾さん、 1P 側がスネさんです。さあ、ワンビーガーズネさん、再び、なんかサブキャラっすか。レオナルガール、シンゴ。あごめんなさい。シンゴさんはまた浮かせにかかりますね。アテナヤシロ、ロバート。じゃあ、ブンちゃんさん、なんか喋りますか。いやいや、前へ中段ダメージを初めに取っていったのはシンゴさんのロバートですね。エンビブ、カウンター西 AB 走り込んでしゃがみ B、 しゃがみ C、 AAA ジャンプ CD カウンター D。 あれ V プラでもよかったのかなっていう感じなんですけど、まあ、ゲージオンボンですかね、1番ですし。あれでもカウンターコーデからちょっとグラブいた時にダメージもらっちゃいましたね。これ厳しそうだ。ジャンシー一本黙る。レオのダッシュのモーション低くてすごく強いですね。しゃがみ前へ立ち返ろう。うまい裏回転投げていく。一本目を取ったのはブネさんのレオナ。かけまして銀次前ビクラゲ入れ込んでる。これ強いんじゃない、パーフェクト。そしてアテナの相手はやはり苦手か、2番デルガール。ジャンプビーンかけまして、お尻画面引っ張ろう。バーキャンプかすと社会社会 MIB ゴッドプレスで画面足レップ拳を決め、ジャンディー逃がさない。冬でスルーしてるっぽいんだけどな、多分。社会 B、 社会 C の差し返し、社会 A、 社会 A、 NC。 おわ潰せる。今のはたまたま、じゃあ割と隠しあった。ジャンプ D、 ジャンプ A、 しゃがみ A、 しゃがみ A、 ジャンプ D、 MB、 しゃがみ B、 あー当たる。ジャンプ D、 しゃがみ D、 ジャンプ C、 あー投げを食らわないように立ち回る船。投げかぶったけどゲージがちょい溜まる。 AB、 ジャンディ、ジャンディ、シャミエ、シャミエ前 B からギガンテックプレッシャー。さあライフあと1ですね、シンゴさん。これはある程度キャラ当ても入ってるのかな、チャン。まあルガールとシンゴに、まあレオナーにも一応できるんですけどね、レオナーが知っちゃってると結構厳しい組み合わせですね。ただまあルガールは悶絶しますね、チャンス間違いなく。ジャンプ A、 ジャン A、 ジャンプ CD カウンター、これで一気に取り返すのはシンゴさん。しゃがみへ、しゃがみへ、しょこみにペンビーが勝ち合った。しゃがみへ、ジャンプリーカウンター、マイビー、ジャンシーリー、後転後転付き合わない。ジャンプリー、しゃがみへ、しゃがみシー、マイビー入れ込んでいく。
ャミリキンディガードさせてしゃがみしカウンター相打ちになって残り時間わずか25秒出どころ入れ子これ V プラ出ないゲージの音 BB 走る走るすねシンゴさんはどう止める前 B あー前 B グライハンで伸びたところに上からジャンプ D 一本目を取るのはプレーして最後ボールが食らわないように立ち回る浮いてるしっかり浮いてますねシャミリシャミリテレポート近づいてスルーはジャンプで避けてやっぱレオナってどんなに頑張ってもちょっと地味になるうまいことやってるように見えるんだけどちょっと地味に見えちゃう入れ込んでブレイプラおれしゃがみくらいだったもしかしてカリブイプラアローで削りかかったさあ船のレオナが止まらないあれ固まったさあちゃんこれねこれねちゃんジャンプ D が強いんですけどレオナしゃがみ D 完全対空なんですあと走ると遠泳届かないんですよねレオナただ上りジャンプ D ちゃんほぼ返せないんでV プラがあれば受け身取らないさすが結構金 B がいるの金 B でレオナのダッシュを止めるのとしゃがみ D がいるおー根性さああとは割と楽かなルガール信号これルガール相当楽ですからねちゃんジャンプ C 押して遠泳 NC 粉砕撃これだけ揃ってれば負けるはずがないまあライフ差とか大事ですけどねわかってますね慎吾さんさすが負けてレンコインする状況だとこういうキャラアップもあるジャンシージャミエジャンうめえなしかしあー頑張ってましたけどね勝ったのはズネさんおいでよ続きましてモンテで30連敗バナナさんとモンモンさんじゃんけんしてください分かってましたね完全にルガール戦